皆さんこんにちは。今日は静岡県にやってきました。今いるのは金谷駅、ご存知でしょうか。島田市というところにあります。 JR 東海の領域ですね。金谷駅にやってまいりました。静岡といえば何でしょうか。私はやっぱりお茶というイメージがね、強いです。広く静岡県内栽培されているんですが、特にこちらの地域、牧之原とかね言いますけれども、茶畑がすごいんですよね。今日はそんな静岡のお茶の魅力を知ることができるミュージアム、富士の国茶の都ミュージアムに行ってみたいと思います。今日もよろしくお願いします。まずはアクセス、 JR 金谷駅からは歩いてちょっと登山のような格好になります。高い場所にありますので、歩いて登っていくか、20分ぐらいあればね行けるかなと思うんですけれども、タクシーもしくはバスという形になっています。私たちが行った時間にはバスはありませんでしたので、タクシーを使って登ってみることにしました。ちょっとね贅沢なんですけれども、富士の国茶の都ミュージアムまでは駅前から930円で来ることができました。1000円切るぐらいでね良かったです。さあこちらの新しそうな立派な建物、こちらがねミュージアムの入り口ということになっています。オープンは朝9時ですね。東京からだと在来線に乗ってだいたい4時間ぐらい、新幹線を使っても、掛川駅というのがね近くにあるんですけれども、2時間ぐらいはかかるでしょうね。そのぐらいの場所にあります。どちらかというともう名古屋寄りの静岡ですね。私はこの施設 4、5回来ています。すっごい面白いんですよね。朝9時にやってきたのは、こちらの施設にはたくさんの体験プログラムが用意されています。もうまさに体験型施設と言っていい場所なんじゃないかなと思います。ミュージアムにはお茶の栽培の方法とかね、収穫とかそういったことを知ることもできますし、世界のお茶の種類というのも知ることができます。各国のお茶の香りとかをね嗅げるような場所もあったりするんですよね。面白いです。入場券はなんと300円、激安ですね。そしてこちらがイベント参加券ですね。こんなイベントがあるんです。石臼で抹茶を挽く体験、世界のお茶を飲む体験、静岡茶の入れ方を教えていただける体験、お茶のブレンド、自分でねブレンドしてそれをいただくという体験、どれも面白そうじゃないですか。こんなにあるんですね。これらの体験は予約制ということになっているので、事前にね枠内で取るということになってるんですが、このためにちょっと早めにやってきました。庭園も綺麗ですね。時間まではミュージアムの中見ていきたいと思います。入場口から上に上がってウェルカムティー、お茶をいただけるんですね。そしてさまざまな体験はこんな感じで数百円で楽しむことができます。200円って激安ですよね。これすごいなと思います。行った時期が少しお盆の時期だったということもありまして、制限がございました。普段であればおそらくやりたい放題できると思うんですけれども、空いていればね全ての参加可能だと思うんですが、今回はね各回5人とかしか参加できないようなやつはちょっと2回まで、1人2回までというふうになっていました。さて最初の体験はティーテラス体験、バスケットっていうのとワイングラス、それぞれ一つずつ体験をしてみたいと思います。こちらが牧之原地域、茶畑を一望できるテラスなんです。すごくないですか。こんなに綺麗なテラスがあって、ここから茶畑を眺めて休むことができるんですね。ワイングラス体験は
すごくいいお茶、ワインみたいな見た目のワインボトルに入ったお茶っていうのが数種類発売されてるんですけれども、そこからワイングラスに注いでいただけるということなんですね。バスケットというのはお茶を入れる形になっています。熱湯がね入ったポットをいただいてますので、それでお茶を入れていきます。まずはワイングラス、香りからすごくいいです。ワイングラスってね、香りがこう鼻に来るようにできてるなんて話を聞いたことがあるんですけれども、お茶でもすごく感じることができていいですね。ワイングラスにお茶を入れるっていうのもいいなと思いました。そしてバスケットの方は急須で作るんですね。お茶菓子があります。これお菓子、ね、緑茶のお菓子みたいですね。茶袋、こちらを11人へ急須の中に入れていきます。この場所自体がとても茶畑に囲まれた場所なので、お茶の香りしてくるようですよね。冒頭申し上げたここまでのアクセス、歩いてきたらというね話をしました。これ行きは上りですが、帰りはね駅に向かっていくときは下りになりますので、どちらかというと下りの方がねおすすめかもしれません。まずは湯冷ましということで、一回器に入れて温度を下げた状態で急須の中にお湯を入れていきます。この状態で1分間こちらもバスケットの中に入っているタイマーを使って測っていきます。もし歩いて帰られる場合は茶畑の間を縫って歩いて山を下っていく形になりますので、お茶の匂いがねすごいんですよね。通りの名前にも金谷お茶の香り通りっていうふうにねついてるので、その名の通りお茶の香りを楽しみながら帰ることができます。なので、まあ、交通費をねケチって私は最初歩いたんですけれども、まあ、そうでなくても非常におすすめのルートだなと思いました。茶畑の真横を通ります。何の柵とかもないので触ろうと思えば触れちゃうぐらいなんですけどね。そこは近くで楽しむというところでね自重しました。さあお茶入れていきます。こんな形で同時に2杯楽しむ場合は、少し入れてまた隣に少し入れてっていう形で順番にね入れていくっていうのがいいそうです。一気に1杯入れて、で最後の方にもう1杯入れてだと濃さが変わってしまうそうなんですね。ということでちょっと入れてちょっと入れてっていうふうにね回して入れていくっていうのがねいいというふうに書いてありました。こちらがお茶菓子、ついてきたお菓子ですね。おお、すごいですね。お茶の色がしています。ちなみにこちらのテラスに来るだけなのであれば、入場料支払われた方は皆さん来ることができるということなので、ワイングラス体験、バスケット体験されない方もね一度このテラスからの景色、茶畑の景色一面に広がってますから見ていただきたいなと思います。体験をされた方は専用席みたいなのがあるので、そこからね座って眺めるというのがいいのかなと思います。続いての体験は冷茶の入れ方体験ということになっています。冷茶どういうことなのかなと思ったら、水出しとはね違うみたいなんですね。水出しっていうのはそもそも水の状態、冷たい状態で長い時間をかけてお茶にしていくということなんですが、水出しの場合は低い温度でできますから、まあ、苦味とかね高い抽出温度で出した時に出やすい成分が抑えられるそうなんですね。なので、まあ、水出しをねあえて選択されるという方もいらっしゃいますし、熱いお湯でやった場合はすぐ、ね、抽出できるというのは嬉しいポイントですよね。冷茶というのはその間をね取ったような形になっていまして、熱いお湯でまず出すんですけれども、その後今ね氷に大きな氷がコップに入ってますが、この氷に向かって急須、ね、出したお茶を当てていくということなんですね。これをすることによって急速にお茶が冷やされて冷たいお茶になります。
これがね、冷茶ということになるみたいです。今回はそんな冷茶の入れ方を教えていただけるそうなので、体験してみることにしました。こちらも暑いんですね。ポットに入っていてもう画面が曇るぐらい暑いということがお分かりいただけたかなと思います。この急須中に360度穴が、ね、開いてますよね。これがなんか最新式のね、すごくいい急須になるみたいです。そんな説明を受けながらお湯を入れてまいります。まずはね、この熱いお湯でお茶を抽出するということです。タイマーが鳴りましたね。こちら5名とか6名とかの、ね、体験プログラムなんですが、先生がいらしてマンツーマンみたいな感じで、ね、教えてくださるので、すごく分かりやすいですね。少人数制です。でこの時注意しなければいけないのは、必ず氷に向かって当てるということです。これグラスがね、冷たい用のグラスとかでやる場合あると思うんですけれども、その場合は熱湯をね、いきなりコップにダイレクトに当ててしまうと割れてしまうということもあるそうですので、必ず氷に向かって当てるという注意があるそうですね。いやー、すごくいい色じゃないですか。綺麗な、なんと言ったらいいんでしょう、エメラルドグリーンみたいな、ね、色してますよね。すごく綺麗な緑色、いいお茶の色が出ましたよ。さあ、氷に当てたとはいえ、これまだぬるいんですね。意外と熱湯ですから、ぬるいというぐらいになっています。それをさらにスプーンでかき混ぜることによって冷たくなるんですね。なのでこのひと混ぜ必須ということになっています。急なお客さんが来てしまったとかね、そういう場合は水出ししてる時間ありませんので、こうした冷茶の入れ方というのを知っているということが良い知識になるんじゃないかなと思います。さて、下に降りてみましょう。この施設、もともと茶室がねあったんですね。で、庭園もあります。もともとはね、むしろこちらの庭園があって、そこに、まあ、ミュージアムが後付けぐらいのね感じみたいです。今はね、これ市で行っているということなので、まあ、島田市ですね。この場所は島田市でこちらの施設運営されているということになるのかなと思います。さあ、外めちゃくちゃ暑かったですが、歩いてすぐなのでたどり着くことができました。こちらの施設でも体験ができるんですね。それがこちら、茶道体験ということになっています。一人600円で参加することができます。ちゃんとね、お茶の先生に立てていただくこともできると。でさらには教えていただきながら自分で立てるというね、その2パターンを選ぶことができるんですね。京都の宇治とかに行くと、先生のお点前を拝見するというね、体験をすることはできると思うんですが、自分で立てる、しかも教えていただきながらというのはね、なかなかないんじゃないかなと思います。これもいい体験だなと思いました。今回私たちは自分で立てるというのをね、選択してみましたよ。こんな感じで道具とお茶菓子いただくことができます。すごく綺麗なお菓子ですよね。茶道体験、体験のね中ですけれども、私も何回もさまざまな地域でやってまいりました。お作法っていうのがねあります。まずはお菓子食べちゃうんですね。でそれからお茶ということになっています。いいですか。でお茶菓子はね、こう切ったり刺したりしていいということなので、お言葉に甘えていただきました。いかがでしょう、私が立てたお茶です。先生が立てたお茶はこんなに泡がしっかりあります。すごいですね。全然違いますね。茶道体験、まあ、いろんな楽しみ方があると思うんですよね。この雰囲気を楽しむ、建物を楽しむ、時間を楽しむなどあると思うんですが、私は
先生のお点前、ね、お作法っていうのを見ているというのがとても好きなんですよね。ピーッとね、道具を大切に扱うというのを、ね、見ているととても気持ちがよく癒されます。マッサージ受けてるようなね気分に匹敵するぐらい気持ちのいいものだなと思います。またこの建物自体もね、書院造りの建物とかだったり、現在も使われているお茶室、ね、話に聞きますよね。この中では身分がね関係ないですよということで、全員こうした低い扉から入らなければいけない、このルール聞いたことある方も多いんじゃないかなと思います。武将であっても、まあ、ここをねくぐったとされています。この中ではね、あの道具が刀とかがね持って入れないということになっています。対等になるということですね。そのためにねわざわざこの狭い入り口というふうにしたんじゃないかというふうに言われているそうですよ。確かに刀とかね引っかかっちゃいますもんね。ガチャガチャってなっちゃって入れられないなってなったり、あとはねこうふんぞり返ったままは当然入れないわけです。頭を下げて入る、ね、そんな工夫がされています。下に見える池には鯉がね泳いでいました。以前施設の方が餌をまいているのね、そんなシーンを見たりすることもありました。こちらの建物結構広いです、ね、とても気持ちのいい場所だなと思います。小堀遠州という方がねこの辺りのお茶勢力を伸ばすということに貢献された方みたいなんですけれども、こちらの綺麗サビと言われる、ね、わびサビと言いますけれども、その中でも綺麗サビというジャンルになるそうです。少しね質素なだけというイメージではなく、そこから少しねきらびやかって言ったら違いますけどね、綺麗な感じ、確かにこの施設歩いていると分かりますね。ああそんなコンセプトがあるんだなというね気がいたします。やってきたのはレストラン丸尾原さんです。こちら営業がかなり限られています。昼しかやっていないですし、営業も土日祝しかやってないというねことなので、私過去に数回訪れたんですけれども、このレストランだけはどうしても時間が合わなくてね、もうちょっと夕方になっちゃってたり、そもそもやってない日だったりということで、初めてやってくることができました。いや楽しみですね。この景色を見ながらレストランでどんなものをいただけるんでしょうか。メニューはこちらです。ティー豚というのがあるんですね、はい、ティー豚の厚切りステーキ重というのがございます。そしてお茶ですよ。来店しただけでこんなに綺麗なお茶がいただけます。ありがたいですね。先ほどワイングラスでねいただいたのこういうものなんですね。ワインかと思いますよね。これお茶になるんです。先ほど飲んだのは牧之原茶、こちらのボトルですね。さてティー豚のステーキ重、私はわさびの味にしてみました。静岡といえばわさびも有名ですよね。ということでコラボレーションということになっています。ステーキ重のステーキはなんと箸で切れるというふうに書いてありました。付け合わせはこれおそらくお茶の葉っぱですかね。すごいですね。名物にまみれるという体験をすることができます。油がねそんなにきつくないと、きつく感じないというふうに書いてありました。確かにこれ見た目以上にさっぱりといただけるんじゃないかなという感じがしましたね。そしてこちらお蕎麦、とろろ、そしてわさび本体ですね。これはなかなか珍しいんじゃないでしょうか。おろし金ついてますので、自らわさびをおろして食べてくださいということなんですね。すごいなと思いました。私もお蕎麦の方もねせっかくなんでいただいてみます。このお蕎麦も
お茶の成分がねたくさん練り込まれてるというふうに書いてありました。さあ、おろし金でわさびすりおろしてみましょう。初めての体験ですね。なかなかすれないものですね、これ。結構力がいるのかもしれません。このおろし金、面白いところがあります。おろしている凹凸の部分、ちっちゃくねわさびわさびわさびって書いてる文字になっていました。面白いなと思いましたね。こちらのお会計は2つのね午前頼んだ形になって3000いくらという、ね、感じでしたかね。さあ、帰りはタクシーじゃなくてバスを使おうと思いますので、バスの時刻表、こちらね1階の事務所の方で掲示されていましたので見ることができます。さあ、本日最後の体験です。お茶のブレンド体験。どんなブレンドができるかといいますと、深蒸し煎茶などに代表される、まあ、緑色のお茶ですね、煎茶と、こちら黄色いのが釜入り茶、こちらね火を入れているものになります。あと紅茶とほうじ茶、煎茶は普通蒸しと深蒸し2つあるので全部で5種類ですね。これらの中からブレンドをすることができます。さすがにね5種類全部入れちゃったりするとそれはねちょっとブレンドっていう形にならなくなっちゃうので、自分のどんなお茶飲みたいかっていうのを想像して混ぜてみるということをしてみました。私は釜入り茶とほうじ茶、紅茶、これをね混ぜてみるというね、釜入り茶ベースでほうじ茶、紅茶をトッピングするような形でやってみました。ここは30秒ですね。200ml と書かれているシールの下までお湯を、ね、入れてくださいということになっていました。ほうじ茶熱湯で入れるべきお茶ということになりますので、もう少し、ね、長い時間やってもいいかもしれませんというふうに教えていただきました。さあ、私は30秒とちょっと待ってから注ぎ入れることにしました。さあ、これが私のブレンドしたお茶ということになります。おお、いい色じゃないですか。私はね普段ほうじ茶とかを、ね、好んで飲むんですけれども、釜入り茶っていうのはねどういうお茶なのか、ね、初めて飲んでみる形になるかなと思います。でこの注ぐ時も一滴大事にするというふうにねおっしゃっていました。先生のお話を聞いて最後の一滴までね美味しいんですよということなので、少し待ってみたいと思います。どうぞ召し上がってください。高橋、どうぞ召し上がってください。さあ、できました。これが私のブレンドしたお茶ということになります。早速いただいてみましょう。普通のほうじ茶にプラスされた紅茶の香り風味というのが確かに感じられますね。面白いなと思いました。なかなかブレンドして飲むということはしてこなかったので、こんな楽しみ方もあるんだと思いましたね。さて、全ての体験とミュージアムがね本当に面白いんですけど、撮影がねできないということなので、今回動画には載らないんですけれども、それはぜひこの施設に行って見ていただきたいなと思います。最後にはミュージアムショップという形で売店があります。こちらでもうたくさんねゆっくり見てしまう、お土産たくさん買っちゃうようなね場所になってますので、この時間もしっかりとね取ったらいいのかなと思います。結局私たちは5時間ぐらいこの施設楽しんでしまいました。帰り金谷駅までのバス、コミュニティバスを利用していきたいと思います。こちらがコミュニティバスですね。一瞬バスってね想像するバスと違ったので、あれこれかなっていう風になったんですけれども、コミュニティバスなのでこれぐらいのね大きさということになっています。帰りも茶畑見えていますね。でミュージアムがどれだけ高台なのかということがね分かってきます。この先ですね、広く街並みを見渡せるような場所に差し掛かってまいります。
歩いて帰る場合もこういった景色見ながら帰ることができます。おお、見えますね。さあ今回は静岡県島田市にあります金谷駅が最寄りの富士の国茶の都ミュージアム楽しんでまいりました。今回この動画はここまで、いかがでしたか？他にも静岡のね、面白い場所、お茶に関する場所、ぜひぜひおすすめありましたらコメントなどで教えてください。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。